MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーの桜井よすこがお伝えいたします。韓国のムンジェイン政権は、露骨な反日、離米、重北、親中姿勢で、北朝鮮の計画通りに石化へ突き進んでいます。常時、回答率が 10% 以下の当てにならない世論調査でも、40% 以上の韓国民がムンジェイン大統領を支持していることを考えれば、韓国が向かう先は石化統一だと思います。韓国紙朝鮮日報は、12月18日付で、米議会調査局、韓米間の緊張はムンジェイン政権のせいと題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。韓国は、平壌に、以前からより、多くのことで譲歩、トランプ大統領の心変わりも追加の要因。米議会調査局、CRS は、11日に発行した韓米関係に関する報告書の中で、ムンジェイン政権が、北朝鮮への譲歩を重ね、韓米間に、周期的な緊張がもたらされている、トランプ大統領の韓米関係に対する不確実な態度も追加の要因などと指摘した。この文言から、韓米関係が緊張する主な要因はムン大統領であり、トランプ大統領は2番目の要因と解釈できそうだ。CRS は、ムン大統領によって、ソウルは一般的にワシントンよりも平壌により多く、より早く譲歩するのを好んでいる。国際社会と米国による北朝鮮への制裁は、ムンジェイン政権が、米国の承認なしにより多くのことを行うことを阻止しており、これは、周期的な緊張の要因になっているとの見方を示した。2018年末、韓国と米国は、対北朝鮮政策を調整するため実務協議を行ったが、これについても、アプローチをめぐる意見で、かなりの不一致があり、これは今も継続しているとも指摘した。ムンジェイン政権による北朝鮮への支援政策が、韓米間のぎくしゃくした関係の主な理由になっているというのだ。報告書は、さらに、もし、米朝関係が敵対的な状態に戻れば、韓米間の潜在的な意見の不一致が再燃する可能性がある。トランプ大統領は予測できない形で政策を突然変えるが、これは、韓米関係の不確実性における追加の要因などの見方も示した。トランプ大統領は、突然、北朝鮮への圧迫を再開する可能性があり、そうなれば、対北朝鮮政策における韓米間の対立はさらに拡大するという意味だ。CRS は今月10日に発行した韓米同盟の争点と題された別の報告書でも、北朝鮮と中国に対するアプローチの違いが韓米間の緊張要因になりかねないと指摘している。米議会調査局は控えめな感じで韓国の実態を捉えていますね。今年9月にニューヨークで行われた米韓首脳会談で、韓国が、米国の警告を無視して、日韓の軍事情報包括保護協定、ジーソミアの一方的破棄を決定したことに関して、米情報当局関係者は、何しに来たんだ、あいつは。トランプ氏は、激怒して、ムン氏について、周囲に激しく罵倒したらしい。ムン氏は終わりだ。と語ったそうです。さらに、米政府関係者は、トランプ氏は、最初から最後まで内心激怒していた。今回の会談は、米国の報復に怯えた、ムン政権側が泣きついた、命乞い会談だ。米国側は、会談開催に条件をつけたが、裏切られた。と言っていたそうです。そして、米韓首脳会談の2日後、安倍晋三首相とトランプ氏は、日米首脳会談を行った際に、トランプ氏は、最近、韓国とうまくいっていないんだって?と切り出すと、安倍首相は、日本の立場を説明しました。トランプ氏は、ムン大統領は、北朝鮮からも信用されていない、尊敬されていない。最近は、金正恩朝鮮労働党委員長から、電話もかかってこないらしいと批判したといいます。韓国のレッドチーム入りは、時間の問題ということですね。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。